保健局は中央省庁である厚生労働省の内部部局の一つ、公的医療保険などを所管する。2001年1月6日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、厚生省保健局がそのまま組織変更され、発足した。医療保険制度、後期高齢者医療制度の企画立案等を所掌する。健康保険法により設立された。 全国健康保険協会を所管している。保険局は次に掲げる事務を司る。健康保険事業に関すること。繊維保険事業に関すること。国民健康保険事業に関すること。後期高齢者医療制度に関すること。医療保険制度の調整に関すること。保険医療の普及及び向上に関する事業ならびに健康保険事業。 繊員保険事業、国民健康保険事業及び、後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び、保険並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。特別保険福祉事業に関すること。年金特別会計の健康勘定及び、年金特別会計の業務勘定の、うち特別保険福祉事業の経理に関すること。 年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること、ありがとうございます。